どうもすみません。天皇賞秋出走馬一頭ずつについて喋っていこうと思います。いやー、これは楽しみですね。まあ、年齢的にですね、僕、競馬歴が40年、50年とかあるわけではないので、23、4年ぐらいでしかないんですけれども、でも、その期間中でですね、過去最高のメンバーだと思いますね。まあ、もちろん、いい、 馬が出走したり、あとは、そうですね、衛進フラッシュが勝った年なんかはですね、いいメンバーが揃ってたりなんかしましたし、でもその辺はですね、大関関脇小結びクラスがずらーっと並んだっていうような感じだったんですが、今年の天皇賞についてはですね、横綱クラスも何頭かいるっていう中で、さらに、 大関関脇小結びクラスがいるっていうようなそういったような感じなんでまさに過去最高なんじゃないかっていうようなそういったようなメンバーですね。今週は土曜日にも重症が2つあって1つの動画作るのに45時間かかりますんでそっち先にやらないと睡眠時間が削られるかなっていうふうに思ったんですが、まあ、それでも先に天皇賞を作りたいなっていうふうに思ったのは。 お祭りですし、まあ、少しでも皆さんとこの楽しみな一線を共有できたらな一緒に楽しめたらなっていうふうに思って作りましたあとは普段動画作る時ですねなるべくトーンを落としてるんですがそれは僕普段の自分で喋り始めるとずっとボケててですね話が進まなくなるんですよねもう本当ふざけた人間なんでですからコントというつもりでトーンを下げて暗そうな感じで作ってるんですがそれでも少し。 明るいトンになってしまったぐらい、それぐらい楽しみなレースです。そして、最高の精度の競馬誌というのを目標にして作ってますんで、まあこの時代の他の有力馬たちですね、出走できなかった馬たちも右の方に小さく書いてあります。フィエールマン、奇跡、ブラストワンピース、その辺なんかは外線門章で終わって感覚がないので、で、リスグラシュはコックスプレートですね、オーストラリアの G1 を同じ種に使えますね。で、ヨーロッパで自力をつけたディアドラとか、あとメルドグラス、オーストラリアで G1 買ったばっかりですね。サングレーザー、レイデオロ、シュバルグラン、ミッキースワロー、エタリオ。まあ、この辺ぐらいまでは、ここに出走したとしても、真ん中前後の力はあるかな、というような感じなんで、まあ、その辺が出てないんですが、でもこれだけのメンバーが揃うということは、結構層の厚い 時期だなっていう,ふうに感じますしそういった中でこれだけのメンバーが揃ってっていうことは幸せなことだなっていうふうに思いますね。それと普段は書いてないんですけれども金量の上のところですねそこに勝つ確率まあ僕の個人的なこれぐらいかなっていうふうに思っているところを書いてるんですがまあ人気のダノンプレミアムについてはですね人気ほどは 勝ちきるということはどうかなっていうふうに思っていて、も、ま、う、あ、ちょっとその友とかその辺に頼るようなフットワークになるときはって長く足を使えるのかなっていうようなそういったような不安も出てきてて、まあ、他の馬たちがうまくいかなかったりハマったりなんかすれば勝ち切る可能性はあるんですけれども僕は5%前後ぐらいじゃないかなっていうふうに思ってますんで3番人気とかになって結構被ると 僕はちょっと人気すぎかなっていうふうな感覚になるかもなっていうような感じではありますね。まあでももちろんその例えば3着以内ということになると300%ですね。3等分の300%の中で何0%かになってきますんでそうなってくるとまた3着以内だと違ってくるんでしょうけれども1着ということになると1等100%の中で割り振るということになるとこれぐらいになるんじゃないかなっていうような感覚はありますね。 You can smile に関してはですね、4%と書いてるんですけれども、まあ、ちょっと書き忘れてて、最後の方に残ったところで付けたような感じなんで、まあ、もうちょっと勝ち切る確率はあるタイプ、一発はあり得るタイプかなっていうような感じで、まあ、追い込み馬でスピード競馬の中でちょっと相手が強くて、思うほど伸びないとか、ハマりきらないとか、そういう可能性はあるんですが、ハマった時の一発はあり得るタイプかなっていうような感じで、 で書いてない馬たちに関しては残りの1%を分けるぐらいなそれぐらいな勝ってる確率で1%ない馬が何とかいるかなというような感じで思ってます。ちょっと普通の競馬ですと1%も勝つ確率がないっていうようなそういったような馬が5頭も6頭も出てくることってほとんどないんですけれども ただこのレースに関してはやっぱり強い馬たち勝ち切れる力を持ってる馬たちが出走しててしかもそういう馬たちに超一流ジョッキーたちが乗ってるっていうことなんでだいぶ確率としてはそのチャンスのない馬たちっていうのは確率としては苦しくなってくるっていうような感じで、まあ、ウィンブライトとか能力はあるんですけれどもコースとかレースの質がちょっとあまり合わないということでそういった意味で相当はまらないとっていうような感じなんで ま、右回りの18200とかでやったらまた確率全然違うのがウィンブライトなんですけれどもそういうような感じの評価になってしまったところはありますそれで最初に横綱クラスだとか大関クラス小結びクラスだとかそういったような表現したんですけれども、まあ、相撲を知らない人のために軽く説明しますと横綱は圧倒的に上の地位ですねで大関はその次の地位で。 関分け小結びその後に続くような感じなんですけれどもまあそこで横綱クラスがどの馬かっていうふうに僕は感じている馬たちについてなんですがアーモンドアイスワーブリチャードアイロリッドサートルナーリアかなっていうふうに思っていてでスワーブリチャードについてはですね ちょっと気象的な面なのかあとは厩舎との相性の面なのかわからないんですがよくなりきらないんですよね素質で言えばですね官長なら90以上の能力があるかなっていうような感じの馬なんですが大阪杯を勝った時ぐらいの出来で出走できることがないので,で今回に関しても比較的気象的には悪くないのでそれなりに自力を出す可能性があるんですがでもやっぱり。 アーモンドアイとは差があるっていうような、そういったような、まだ馬が良くなりきってないスワーブリチャードなんでっていうような評価ですね。で、去年のジャパンカップですね、アーモンドアイが楽勝したジャパンカップの時なんかはですね、本当の感情のスワーブリチャードだったらあそこから伸びてアーモンドアイとそこまで着差がつかなかったと思うんですよね。ですから、去年のジャパンカップの時っていうのはだいぶ気象的にも良くなくて、 調子もだいぶ落ちてた時なんでその頃と比べると今回はチャンスが広がるかなっていうような感じなんでそういった意味で少しスワブリチャードにも期待したいっていうようなレースになりますね続いては馬場コースレース展開について考えていきます馬場についてはですね、まあ、金曜日に、まあ、今日なんですけれども雨がだいぶ降るみたいなんですが まあでも晴れてだんだんと乾いていくんじゃないかなっていうふうに思いますんで、両馬場になる可能性が高いんじゃないかなっていうふうには見てるんですが、まあ、天気予報なんでわからないんですけれども、でもまあこれだけ降るとパンパンの軽い馬場っていうような感じにはならないかもしれないんで、ある程度パワーとスタミナも必要な感じになる可能性もあり得るかなっていうような感じですね今週からですね。 A コースから B コースに変わるということで仮策をつけてうちの悪いところをカバーしてますんで特にコーナーのと,ところですね34コーナーとかその辺の悪いところはカバーできるんじゃないかなというような感じでそういった意味である程度先行馬でも自力のある馬だったらいい勝負ができる可能性が高まるかなというような感じでまあ時計もですね出る可能性はあるんじゃないかなというふうに思いますねでまあ何度か喋ったんですけれども 去年のジャパンカップのアーモンドアイのレコードタイムや、あとは今年のビクトリアマイルのノームコアのレコードですね。かつてないような早い時計が出た。その理由の一つはですね、ババの回収があって、昔はもっと東京は時計がかかってたんで、それと比べてだいぶババの携帯と、あとは芝とか、芝やロバンですね、その辺の ババ造園家の人たちの技術のレベルアップっていうところでそういった意味である程度クッションが効きながらも走りやすいそれで時計が出てるっていうところもあるんですが本当に分かりやすく特徴で言うとですねラスト 600m ですね直線での上がりがだいぶ速くなってきていてそれで未勝利戦とかでもですね33秒台前半で上がるような馬は普通にいますし まあ、たまに32秒台とかも出るような、そういったような馬場になってきていて、その分ですね、道中のペースがある程度速い場合、その場合だと、さらに直線の上がりが速くなれば、その分時計が速くなりますよね。そういった意味でレコードタイムがバンバン出るようになってきてるっていうようなところがあるんで、まあ、レコードタイムで走ったからといって、過去の馬で一番強いというわけ、一番速いというわけではないんですけれども、とにかく、 まあそういうようなレースの質ですね。道中ペースが流れてさらに直線である程度速い上がりで上がれるそういったような能力や客室の馬っていうのをある程度優先的に有力と見ていった方がいいかなっていうふうに思いますね。どの馬が逃げたそうか先行したそうかなんですが、まあ逃げる可能性が高いのはアイロリットかスティフエリオだと思いますね。まあ他の馬の陣営、 ジョッキーがですね、気策的に花を奪いに来るそういったような可能性はあるとは思うんですが、まあ、まあ普通に考えたらアイロリッドかスティフェリオがスタートさえ出れば行く可能性が高いかなというような感じですよね。で、まあ、スティフェリオに関してはですね前走逃げ切ってるんですけれどもでも基本的には逃げ馬ではなくてですねもともとは追い込んでいた馬でそういった中で先行できるようになってきて パワーもついたんで、逃げたり先行したりで早めっていうような競馬で結果が残せるようになってきて、それで強くなったんですけれども、まあでも、アイロリッドはですね、スタートダッシュがロケットダッシュのように天才的に上手い時が多いので、たまにスタート良くない時あるっちゃあるんですけれども、まあでもスタートさえ出ればアイロリッドの方が単純な能力比較でいくとスピードは上かなっていうような感じで、まあでも、 アイロリッドは2番手からでもいいとは思ってると思うんでそういった意味でスティフ・ィリオが、まあ、そのかなりスタートが良くて何が何でもっていうような感じで逃げたらその場合だったらスティフ・ィリオが花でっていうような形になる可能性はあると思いますね。それで、まあ、アイロリッドがですねただの逃げ馬だったらですね本命はつけなかったんですけれども アイロリットは気難しいんで、その、揉まれ込んだりとか、ごちゃごちゃ変な競馬になると気難しさ出して、勝手に走るのをやめちゃったりする可能性があるんで、それは怖いんですけれども、まあでも、ばらける展開とかで2番手とかだったら全然問題ないですし、まあ、アメリカで負けた時なんかは、ごちゃごちゃしたってだけで、まあ、あのメンバーでも能力さえ出し切れば、アメリカでも G1 勝てただろうなっていうぐらいの能力がもともとあるんで、そういった意味で、 すんなりななりら心配していいととうのとあとはスティッフ・エリオの丸山元気騎手はですねもともと逃げのペースメイクが上手いジョッキーですんでですから逃げ馬のペースメイクが下手でそれで後ろの馬たちに突きつかれて割っとこられるっていうようなそういったような展開になる可能性も低いということでですからスティッフ・エリオが逃げてアイロリッドが2番手という形でもある程度いいペースメイクで引っ張ってくれて 4コーナーの手前から4コーナー前後直線の入り口その辺に関しても早めっていうような感じの競馬をしてくれる可能性が高くてその分もしかしたら縦長の展開にでもなった場合だとアイロリット有利な展開になる可能性まであり得るかなっていうふうに思って、まあ、それでアイロリットを、ね、狙ってみようっていうような気持ちにはなりましたただやっぱりそのアイロリットがノーマークじゃない形ですね 例えば皇族の馬たちがですねもっと離されないようにっていうような形で馬群が凝縮したような展開になってっていうような形になるとアイロリッドは不利な展開になる可能性があるんで、まあ、やっぱり直後にその直線のいい足がある馬たちがですね早めに来れるようなそういったような展開になると苦しくなるので、まあ、その辺はやっぱり超過半過じゃないですけれどもどっちかに振り切って展開を考えていかなきゃっていうような感じの中で僕は ギャンブルで、アイロリッいいいいいい競馬しやすすんじじゃななかかっていううにかけたっててうよううにけたよ感じですねでねあとはですね、まあ、他の馬たちですね、他の馬たちがその2番手3番手ハナとか奪いに来た場合ですね、もしくはどっかのタイミングで一気にまくってくるような感じですね、4コーナー手前から4コーナー前後直線の入り口、そこの勝負どころはですね、馬が スピードアップしてるところなんで、そのタイミングに外からかぶされたりなんかすると、競馬が終わっちゃう馬っていうのは多いんですよね。ですから、そういうような形になると、さすがに苦しいですし、あとは、アイルリッドが逃げる形で、スティフェリオが2番手だったりした時に、スティフェリオの丸山元気騎手が早めっていうような、そういったような玉砕的な一発を狙うような形でかぶせてきた場合ですね。そういう形になると、アイルリッドは、 まあちょっと大飛びで加速するのに時間がかかるようなところもあったりだとかずぶいところもあるんでとにかく外からかぶされたりプレッシャーをかけられすぎると自滅する可能性があるのがアイロリットっていう馬なんでそういうのはちょっと嫌だなっていうふうに思っていてそうならないようにっていうふうに願っているところはありますね逆側の展開としてですねやっぱりアイロリットがそういう苦しい展開になった時っていうのは 追い込み馬たちが有利になると思うので、その場合だと、追い込み馬たちは、競馬をしやすいんですが、とにかくその、逃げ馬先行馬っていうのは、競馬の主導権を握って、競馬を支配できるっていうような客室なんで、後続の馬たちの能力を100打させないような競馬がしやすいっていうところ、そういう利点があるんで、一発は狙いやすいところがあって、アイルリットっていうのは、過小評価をずっとされてる馬で、本来はもっと 能力の高い馬なんでそういった意味で、まあ、陣営とか戸崎騎手も自信持ってるようにそれぐらいの馬ではあるんでそのアイロリッドが有利に競馬を進められた場合だともしかしたら一発あり得るかなっていうような感じだと思いますねでもその、まあ、先行馬がいい競馬をしやすい縦長のばらけるレース展開それはですね逆にアーモンドアイとか内目の方から 馬群をさばきやすくなる可能性もあるそういったような隊列にもなりうるので、まあ、もちろんそうですね逃げ馬だけは有利とは限らない展開になる可能性もあるというところ逆に馬群が凝縮すると馬群の中から、まあ、能力の近い馬たちが揃ってるんでポケットに入って動けなくなる可能性もあるとかそういうようなところもあったりしますんでまあそうですねど,どの展開でもやっぱりいろいろと 後続の差し馬追い込み馬に関してはリスクが生じる可能性があるのが今回のメンバーかなっていうような感じでその理由としてはやっぱりアイロリッドっていう能力のある逃げ馬先行馬っていうのがいるっていうところは今回のレースの鍵を握るっていうような部分になってくるのかなっていうふうに思いますねそれでは右の方から一頭ずついきますカ カデナはですねね本当に力つけてきましたさすがに相手は強いと思うんですけれどもただ自分の力を出し切って他の有力馬のどれかが自滅したりなんかした場合ですねその場合だとハマって掲示板ぐらいあってもおかしくないぐらいにはなってきてるかなというふうに思いますね。まあ、藤岡祐介騎手っていう OL ジョッキーもい、e、いジョッキーも乗るわけですし全く可能性として 馬馬にななななる可能性がいいいってううような馬でもないやっぱり追い込み馬っていうのはハマる可能性があるんでっていうふうには思うんですがただやっぱりそこまでの切れる足がここではないのとあとは単純な能力比較でですねさすがにレベルが上がりすぎるとっていうような感じはありますねアーモンドアイアーモンドアイはですね まあ本当に素晴らしい品馬で能力も高い競馬に行ってもいいっていうそういったような馬でさらに最高のルメール騎手が乗るというのも有利ですし正直言ってですね欠点が見つからないんですよねですから僕は単純にその対抗の丸っていうような印をつけられなかった理由っていうのはアーモンドアイ自体にそういったような火の打ちどころがないっていうようなそういったような馬になってきてるんで まあ、こ僕の馬券っていうのは基本副将勝負なんでアーモンドアイの副将勝負っていうのができないんでそれで一発を狙うためにアイロリット2 0丸つけて副将勝負するんですけれどもまあ普通にアーモンドアイは本命レベルっていうようなところで敬,敬意というか尊敬の意味を込めて2 0丸もつけておくっていうような形での対抗っていうような感じですねただそれに関してはですね欠点が なくて、総合点をつけると一番上、一枚上かなっていうような感じの表現であって、勝ち切れるかというと、確証級かというと、そこまでは抜けてないと思うんですよね。というのは、他の馬たちも強いからですね。で、天皇賞秋っていうのは、マイラーが活躍することもある、スピードと能力、センスも問われるようなレースで、 やっぱり立ち回りとかレース展開の綾っていうところそういったところで勝負が決まる可能性もあるレースなんですよねそう考えてくるとアーモンドアイが必ず勝てるっていうようなそういったような確信を持てるような感じでもないんですよねでアーモンドアイはやっぱりその瞬発力に関してもここだとトップクラスには入るんですがただまあ、どっからでも追い込んできてどのまも簡単にかわすっていうほどそれほど 切れ味で抜けてるわけでもないですしあとはあんまりポジションを取りに行き過ぎるともしかしたら素足が鈍る可能性もありえますよねまあ、それはやっぱり腹くくって追い込んできた馬の方がハマる可能性が高まりますし逆にポジションを取った時っていうのは先行した時っていうのはですね勝負どころでちょっとしたロスがあるだけでそこで加速するのに時間かかったりだとか まあ後ろの馬たちに割ってこられる可能性もあってそういったような展開のあやっていうものもありえますし、まあ、内枠でもあって差し追い込みに回らなきゃいけない客室のアーモンドアイということでどうしてもその真ん中どころ外に出すっていう中でリスクのある客室でもあるんですよね。まあ、待機シャトルとかみたいに先行してハイペースだろうが何だろうがスッと抜け出して勝つっていうようなそういったような馬だったら確証級っていうような、まあ、そういう化け物もいたんですが。 アーモンドアイに関してはどうしてもその、一撮り、進路撮り、立ち回り、全てがうまくいかないとっていうようなタイプの馬で、だからこそ安田記念の時負けたんですよね。でも、やっぱりですね、勝つ確率40%っていうふうにつけてて、勝つ確率が一番高いというふうに思ってる馬ですし、アーモンドアイが強い競馬をして勝ってくれれば、 馬券は外れても素晴らしい天皇賞秋だったなっていう風になる可能性が高いのでまあ、そういうようなレースになってほしいっていうような気持ちもありますね kai ノテック kai ノテックはですねまあ、このまあまず先行させようになったのが良くないんですよね本質的には不器用で大跳びでジリジリと足を使うジリジリと長く足を使う追い込み馬っていうような感じでその分その 展開が向かないとっていうような感じではあるんですけれどもでもそこでしびれを切らしてですね先行させちゃったりなんかすると馬の本質的なものが薄れてしまうちょっとメリハリの効いた足を使えなくなってきたりだとか、まあ、今で言うとメリハリの効いた動きができなくなってきてるっていうような感じなんでやっぱりそこですねまず本質に戻してあげる最高峰からでもいいんでそういう競馬をさせてあげてまた復調させてあげてほしいなっていうような感じですね。 今はちょっと単調な馬になってきて、まあ、馬も気持ちが切れてるかなというような感じではあるんで、まあ、なかなか今回のメンバーでは厳しいだろうなというような感じはありますねただ後ろから行った場合だともしかしたら走る気を起こす可能性もあるかもしれないですし自力はある程度ある馬なんで、まあ、他の馬たちが自滅したらいいところ出る可能性はあり得るかなというふうに思うところはありますね、まあただ やっぱり基本的に追わせる馬なんで藤岡雄介騎手とかはオイルジョッキーだったんでそれで NHK マイルとか勝てたところはあったんですけれどもそういうようなオイルジョッキーを乗せてあげた方がやっぱり優馬ですねスワー・ブリチャードスワー・ブリチャードはですねまあ最初にも言ったんですがとにかく横綱クラスの素質があってそれで本当に良くなればアーモンドアイ ともそこまでの差はないと思うんですよねですがとにかくその気性面とあとは厩舎とももしかしたら相性が合ってない可能性ど,どっちでこういうような感じになってしまってるかわからないんですがとにかく馬が良くなりきらないっていうような感じですねでそれに関してはもうダービー皐月賞の時から僕はスワブ・リチャードをすごく評価してましてダービー方たレイ・ディオールよりも素質は上だっていうふうにずっと言ってたんですけれども そういった中で、いい、その、スワブ・リチャードのいいところが出たのは、大阪杯の時ぐらいなんですよね。結局は、その、なんか、追い出して頭が高くなって、ふわふわしたりだとか、余計なところに力が入って、長く足を使えなくなったりだとか、そういったような、まあ、気表面から来る、あとは調教内容から来る、そういったような甘さ、危うさっていうところを常に抱えてるっていうような感じなんですが、ただ、 今回の追い切りを見た感じだと、まあ、だいぶその余計なところに力が入ったりふわっと頭が高くなったりするっていうところは少しは軽減してるかなというような感じで、まあ、それも抑え込むような調教をなるべくしてるところからいいフットワークになってぐっと力が溜め込めるようになってきてはいるんですよね。ですから、まあ、前走の宝塚記念の時もですね少し良くなってたんですが。 それよりももしかしたら期待できるかもしれない仕上がりでもあるんで、まあ、本来の能力を考えるとイメージを考えると10とするピークが10とすると8ぐらいしかないかもしれないんですがでもジャパンカップでアーモンドアイに大差負けしたあの時と比べるとだいぶマシにはなってるんでそういった意味で内枠を生かしてうまく立ち回って スコーンと抜け出すような競馬ができたらいいいとところ出るる可能性はあると思いますねそれとこのスワーブ・リチャードについては右回りが苦手で左回りが得意っていう風に言ってた人やたらと多かったんですけれども、まあ、僕はそんなことない右回り苦手ではないっていう風に言っててそれで大阪杯も後に結果残したんですけれどもでもやっぱり右回りと左回りの違いっていうのはありまして。 スワブリチャードはですね、右回りだとコーナーリングがぎこちなくなったり、あとは直線ですね、直線で手前を変えなかったりだとか、そういったような形になりやすくて、まあ、その分コーナーでロスがあったりなんかした時に、ずぶさとか反応の悪さで動かなかったりとか、直線でゴール前で甘くなったりとかする時が、ギリギリの勝負になってくる時が時にはあるっていうような感じで、 でも、大阪杯、右回りなのに、あれだけの足を,足をできたというのは、マイペースで競馬をしたということですね。大胆に動いていって、他の馬たちの競馬に飲まれるような競馬をしなかったというところで、自分で競馬を作っていった分、その分、そんなには苦にならなかったかなというような感じで、まあ、実際に新馬戦では手前、うまく帰れなかったんですが、追い込んできて完全に足を余したような競馬で、右回りでも直線勝負でもいい競馬できたりしますし、右回りでも、 乗り方によよっては問題なないっていうような感じですねで逆に左回りはですねコーナーリングが器用なんですよねそれで手前も直線で変えますしその分左回りが得意得意っていう風に勘違いしている人が多かったっていうような感じですねで、まあ、今でも左回りコーナーリングは多分得意だと思うんでレースセンスを生かすような競馬ができればいいとは思うんですがただ気象的にあんまり良くない時やあとは フットワークが安定しない時っていうのはですね。長く足を使えなくなりがちなのが左回りなんですよね。ですから、まあその安田記念で断然人気した時、なんか。でもそこでゴールまで甘くなったりした。そこが出たのが安田記念だったと思いますし、あのまあ、どうしてもその左回りコーナーリングが得意だったり、スムーズに手前を描いてったりしてもですね。その得意な。 部分がでですすすねねマンネリ化するみたいいいな感じのの馬っていうのは多いんですよ、ね、説明するの難しいんですけれども、例えば、その、ずぶい馬って言いますよね。コーナーとか勝負どころでずぶさを出してなかなか進んでいかない馬。そういう馬っていうのは勝手に自分で加減するようなところがあるんで、逆に長く足を使えるような馬が多かったりするんですけれども、まあ、それとはちょっと違う形で、その、 やっぱりその左回りのコーナーリングがうまくいきすぎるうまく手前を変えすぎるっていうような感じになってしまうとその加減する部分がですねそんなになくなってくる反応が良すぎるような感じになるような感じになってそれで足を早めに使ってしまっちゃってフットワークが乱れて苦しくなったりとかそういったような感じになる可能性がある。 そういうようなパターン結構あるんですけれども、スワブリチャードは左回りのコーナーリングが上手で直線も上手に手前を変えて、それで早めに反応よくいい足を使ってし,しまいがちになるがために、ゴール前のひとん張りっていうところで余計なところに力が入っちゃったりとか、ふわっとしたりとか、そういうような感じが出てしまっている可能性もあるんですよね。ですから、 まあ今回はですね、悪かった時、アーモンドアイの三着したジャパンカップとか、あの辺の時期と比べると気象的にはだいぶマシで、フットワークも安定してるんですけれども、それでも他の馬たちも強いので、いかに足の使いどころをうまく使うかだとか、あとはいかに直線、フットワークを安定させるかっていうところ、そこが勝負の鍵なんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、ただ、今回はですね、 スワブリチャード本質的には距離もう少しあった方がいいにしてもそれでも2000メートルでさらにアイロリッドみたいな引っ張ってくれる馬がいるということを考えるとペースが流れる分ですねそういったようなメリハリの効いた足というかですね甘さっていうところがそういう直線でのギリギリの甘さっていうところがですねもしかしたらそんなに響かない展開になる可能性があるんですよねそれは全体のペースがワンペースになったり 直線の方もですねワンペース気味に競馬が決着する可能性があるということでそういう時にはうまく立ち回ってスッといいところで足を使えたらスワブリチャードはこれぐらいの出来できても勝てる可能性まであるかなっていうような感じなんでその辺に期待できればっていうような感じですねまあ、ただやっぱり走り始めて調教とか見てたらいいんですが歩いてる姿なんか見てたらやっぱりちょっとまだ頼りないというかですね もっと良くなるのになっていうようなそういったような馬なんでちょっと寂しさはあるので、まあ、やっぱり本命とか対抗とかターンアナーとかそこまでの高い評価はできなかったっていう部分はあります、まあ、横山のりひ弘騎手は本当にうまくはまった時にはいかにも名手っていう最高の騎乗する時がありますんでその辺にも期待したい部分はあるんで注目点でもあるかなというような感じですね。アイルリッド アイロリットに関しては、ま条件馬の時からずっと好きな馬で素晴らしい馬だなっていうふうに思ってて、で、桜花賞の時も本命にしたぐらいの馬なんですよね。で、その桜花賞の時っていうのは、もう馬場が特殊で、直線向いた時に真ん中より前にいない馬はノーチャンスっていうような馬場の中で、後方から直線勝負をして完全に足を余したような競馬でした。で、あの時から、なんかその、 なんかですねたまにいい競馬強い競馬はするんですけれども評価がががななななかなか上がらいいよような感じが続いてますよね、まあ、NHK マイルを勝った時なんかはですねもう外を回ってくるだけで全然そのうまく乗ろうという意識じゃなくてもうアイロルリッドが抜けて強いから回ってくるだけでいいっていうような競馬をしてそれで押し切っちゃうっていうような競馬だったんですよね。 まあそれぐらい元々能力があったまで、で、その後も評価が低い中で、まあ穴を開けるような形で構想してっていうような感じが続いてますよね。それで、まあ距離の2000メートルに関してもですね、まあ確かにもうちょい短い方がいいんですけれども、こなす可能性が高いということはもうだいぶ前ですね、まあ去年のビクトリアマイル以前ぐらいですかね、まだリス・グラシューとアイロリッドの評価がそんなに上がってないときに、 アイロリットリス・グラシューは男馬相手の天皇賞相手でもいい勝負ができるぐらいの素質のある能力の高い馬ですよっていうふうに言ってたんですけれども、まあ、その時から僕はもうアイロリットに関しては 2,000m 使ってほしいというふうに思ってたんで天皇賞をやっと使ってくれたなっていうような感じはありますで、まあ、特に左回りはですね走りやすいと思いますね右回りは まあ苦手っていうほどダメでもないとは思うんですがただまあ去年のマイルチャンピオンシップの時ムーア騎手が乗ってもうスローのヨーイドンの競馬にしてしまってそれでまあ気難しさも出してっていうような感じで全然だったんですがまあ,ああいうような競馬じゃなくてもっとペースを上げてって早め早めっていうような競馬をすれば右回りでももうちょっと走るとは思うんですがまあ左回りの方が比較的そういうなんか ミスをしにくいというか乗り方としては、まあ、馬もぐいぐい進んでいってくれますしそれでペースが速かろうがマイペースで気分よく走れれば強い競馬ができるのが左回りっていうような感じで 2000m はですね G1 でもですね、まあ、59秒台前半ぐらいが平均ペースかなっていうような感じで まあ58秒台になったらハイペースかなっていうような感じになるっちゃなるんですがでもアイルリッドの場合だと58秒台前半とかでもそんなには速くはないというか平均ペースぐらいかなっていうような感じでさすがに57秒台前半とかになると速いなっていうような感じになるんですけれどもまあある程度やっぱり58秒ジャスト前後ぐらいでまとめれば比較的 競馬ははしやすいいいんじじゃないかななかううような感じではあります、ねまあもちろん57秒台半ばとかそれぐらいのペース前半になったとしてもですね気分よく走れればいい競馬ができる可能性があるのがアイロリッドっていうような感じで逆に1分ジャストとか1分台ですねそこまで遅くしちゃうとアイロリッドは逆に不利な展開になりうるかなっていうような感じでせめて 1000メートル800ラスト1000メートル800メートルその辺から徐々にペースを上げてってっていうような形で後半早め早めのワンペースをまとめるんだったら前半1分ぐらいでもい,いけるかもしれないんですけどもでも基本的にはペースを上げてった方が後続の馬たちが苦しむでしょうし、まあ、なるべくそうですね早めのペースで引っ張ってさらに勝負どころや直線の入り口でですね 早め早めっていうふうに仕掛けないと大飛びで不器用でずぶくて反応が悪いのがアイロリッドなんでその分とにかく後続の馬たちにですね早めに来られたりだとかそういうことがないように早め早めっていうような形でアイロリッド自体が先手先手を打っていった方がというかう先闘を打たなきゃいけない馬ですねで登崎騎手に関しては何度も乗ってるんで癖も掴んでるとは思うんですがただ あの戸崎騎手はですねムチを入れ始めてからはですねオエルジョッキーでやっぱり心,心強いところはあるんですけれどもただ型にはまった乗り方をすることが多すぎてそのまず手綱とボディバランスである程度まで行ってラストを400300からむちを入れて追い出すっていうようなそういったような型にはまった順序を踏むことが多いんですよね。でも アイロリッドに関してはですね無知を一発でも入れると加速力が全然違って反応が違ってくるところがあってやっぱり登崎騎種の無知っていうのはですね結構効くので早めに一発入れてほしいなっていうような感じなんですよねで、まあ、横山り弘機種とかが乗った時やあとはモレイラ騎種が毎ー王冠に乗った時でも相当早く追い出してますよねそれがアイロリッドの理想的な乗り方だっていうふうに分かってやってると思うんで そこまで一発を狙うような早めに一発でも合図打ちみたいな感じでも直線入ったらすぐに入れてほしいなっていうような感じなのがアイロリットなんで理想としてはそうしてほしいなっていうふうに思いますね仕上がりに関してもですね前奏の毎日王冠の時は、まあ、全体的に筋肉が丸いっていうような感じで、まあ、1年前の毎日王冠ですねモレーレ騎手が勝った時はもっと太かったんですけれどもそれでもやっぱり まあ今回の毎日王冠も余裕があったので今回追い切りを見てみるとだいぶ洗練されてきて、ま、ず筋肉の方もシュッとしてきていい感じになってきて動きもシャープになりましたんで、まあ、これはかなり期待できるかなっていうふうに思いますし直線での反応も多少は変わる可能性あとは粘り腰ですね長く足を使えるという意味でも筋肉の疲労も起こりにくくは少しはなっていると思うんで。 そういった意味でもともと能力が高い馬あとは後続を苦しめられるそういったような客室っていうところでベストの騎乗100の騎乗ができた場合ですねその場合だと勝ってもおかしくない馬だと思いますしもしアーモンド・アイが最高の競馬をしてサートル・ナリアとかも最高の競馬をして来たとしてもまあでも2着3着とか もうありうる馬ではあるということで人気もないので今回は狙ってみたいなというふうに思ったところがありますね You Can Smile You Can Smile もですね僕はその菊花賞で構造した時とかあの時なんかはまあ本当に僕の見極めが甘くてですね評価が低かったりしてたんですけれどもまあ、やっぱりどんどんいい馬になってきてて僕の予想外に強くなった馬ですね でまあ、もちろんその見極めが難しいタイプの馬なんで、まあ、そう簡単にいい馬っていうふうに判断できないタイプっていう難しさはあったんですが、まあ、でも、まあ、最近の馬体とかあとは好調の時ですね、まあ、ダ,ダイヤモンドステークスの時なんかでもそうなんですけれども本当にいい時っていうのはパドックで分かるそういったようなパドックを見れば調子のいい時とそうでない時っていうのは まあ、最近僕も見極めやすくなってきたぐらいそれぐらい良くなってきたなっていうような感じですね。で、まあ、天皇賞春の時なんかはですねまだユーキャンスマイルの特徴を僕がつかめてなくてですねそんなに調子が良くなかったっていうことがですね後で分かったんですけれども、まあ、でも新潟使った時なんかでも仕上がりは良かったですしもうパドックの時点でかなり角 勝つ確率が高いかなというような感じになってたぐらいで、まあ、スムーズにうちの方からロスなく立ち回って早めっていうような岩田騎手機の好起場もあったんですけれども勝って当然っていうような競馬をしたかなというような感じですねで左回りだとですねスムーズに行きやすいどちらかというとこの間に関しては左回りの方が得意だなというような感じがありますしそういった意味で楽しみはありますし あとは追い込み客室ということで極端な戦法をするんで、まあ、ちょっとダッシュがあんまりつかないっていうのもあるんですけれども、まあ、追い込み客室っていうのはやっぱり客室的に一発を狙える客室っていうのがあるんで他の馬たちが自滅した時に自分の形で競馬をし,しておけばはまる可能性があるっていう馬なんでそういった意味でチャンスはあるんじゃないかなというような感じですね。でで味もですねここのメンバーに入ると 上位のものもがあると思いますし、まあ、切れ味だけだったらっていうような感じはあるんですけれどもただやっぱりですねスピード能力とかあとは g 1のレースレベルですね角っていうものもあるんでそういった意味で道中から足を使わされて素足が鈍る可能性もありえますし。 あとは縦長のレース展開になってあまりにも前が止まらない届かないっていうような感じになると苦しいっていうところがあるんで、まあ、色々いろいろと一路り進路取り展開っていうものいろんなものが噛み合ってさらに最高の騎乗でっていうような形ではまらないとっていうような感じはあるんで、まあ、た,ただ直線だけのイメージいい足を使えるっていうふうにポジティブに考えられるんだったらもう少し 狙ってみてもいいかなっていうような馬なんですが、まあ、馬体なんか見ててもやっぱりギリギリの勝負になると少し劣ると思うんでそこですねその力関係を埋められるだけの展開の有利さっていうところが出てこないとっていうような感じですねそれともう一つ不安点を挙げるとすると、まあ、今回追い切りはですね比較的よくは見えたんですけれどもただこの馬っていうのはレース当日になってパドックを見てみないと出来がですねちょっと。 安定しないところがあるんですよねですからそこが心配なのでなかなか思い印を受けな打てなかったっていうところはありますね。スティフ・エリオスティフ・エリオはですね、まあ、前走はまあ、逃げたら、まあ、レマ元気騎手は逃げのペースメイクうまいのでそれで、まあ、レイ・デオロとかウィンブライトとか強い馬ミキソスワロもいたんですけれどもそういう馬たちを苦しめたっていうようなレースですね。 コーナーから後続を潰すようなペースメイクをしたっていうような感じです。で。まあ、特にその中山の 2200m は外回りでコーナーが緩やかに流れていて、そこでまあコーナーから。後続を苦しめるような競馬をしやすいというか、逃げ馬先行馬とか、あとはロスなく立ち回った馬が構想しやすいコースではあるんですよね。そういったところも味方して。 外を回って有力馬たちが崩れたっていうような感じでもあったので、まあ、今回はそう,そう簡単にはいかない東京コースということで、まあ、どこまでやれるかっていうような感じですねそれで、まあ、過去の実績としてもですねどちらかというと右回りの方が乗りやすいかなとは思うんですがでも左回りでもいい競馬したことがありますし左回りがダメというわけではないですですからもし逃げれた場合ですねその場合だと 丸山元気しまた後続に足を使わすような早め早めっていうような感じで玉砕的な思い切った逃げができれば後続を苦しめる可能性はありえますしまあそれで他の馬たちが自滅してくれたらもしかしたら馬券圏,圏内ありうる馬かなっていうふうに思うんですが、まあ、でも2番手3番手に控えたらちょっとさすがに苦しいかなっていうような感じがあって、まあ、切れる足もそんなにはないですしちょっと厳しいかなっていうような感じでまあこ でも丸山元気騎手がもしアイロリッドを潰しに行くような早めっていうようなかせに行く場合ですねその場合だとスティフェリオだけじゃなくてアイロリッドも自滅っていうような感じになってしまう可能性があってその形だとまあ変な潰し合いになって追い込み馬たちが有利になる可能性もあるんでそういった意味でスティフェリオっていう馬は今回レースの鍵を握る馬の一頭かなっていうような感じではありますね、まあ元々 追い込み馬だったんで、もしかしたらダッシュがつかない可能性もありえますんで、その辺も考えておいた方がいいかなっていうような感じですね。あまあでも、追い込みに回ったら逆に、その他の馬たちが自滅した時にスムーズにジりジりいい足使って掲示板とかいい競馬する可能性もあり得るかなというようなところがあるんで、逃げ先行だけじゃない馬っていうような感じでもありますね。マカ引き。馬鹿引きはですね、 やっぱりダービーの時はですね洗練されてた感じで切れ味もあったかなっていうような感じだったんですが、ま、だんだんと無駄な筋肉もついてきたような感じで肉付きが良くなってしまったような感じだったんですよねまあ肉もついてコロンとした時もあったんですけれどもまあそういったような感じだったんですがここに来てですね今回の追い切りなんか見てたらだいぶ動きがすっきりとしてきててまあ直線 な反応調教ではあったんですけれども最後の方ちょっと弾むような感じが出てきたんですよねですからもしかしたらいいところが出る可能性あるかなというような感じですねそれでもですねやっぱり比較をするとですね少し能力的に劣るかなっていうような感じなんでまあそれはダービーの頃みたいな感じのまま成長してきてたら話は違ったんですが、まあ、今の幕引きだと少し スピード能力とか、あとは切れ味というところで少し劣るかなというような感じなんで、まあうまく後半追い込みが効くような展開でハマって、他の馬たちが止まって、そこでマカヒがジリジリと伸びてきてハマるみたいな、そういうような感じになったら馬券になる可能性があるかなというような感じで見てますね。ダノンプレミアム。ダノンプレミアムは3番人気になりそうなんですが、 まあもちろんチャンスがある馬の一頭ではあるんですが、まあ、僕は3番人気だと過剰人気かなっていうふうには思いますねでその理由としてはですねまず一番いい頃と比べて走りとか体の使い方のバランスが変わってきてますねあのーまあ、ちょっと苦しくなった時にですね 友に頼りすぎているというかですね脚力に頼りすぎようとしている感じが出てきてそうなってくるとですねあまり長く足を使えなくなるような馬が多いんですよねですからそのやっぱりですね直線での我慢比べというかですね紙一重っていうところで甘く 甘いところが出る可能性がある雰囲気が出てきている分、その分高く評価できないっていうような感じではあります。まあでも、今回の舞台はですね、2000メートル東京ということで、天皇賞秋っていうのはマイラーも活躍するような舞台でもあって、そういった意味で、まあうまく早めのペースの中で流れに乗って、一瞬の足を使ってスッと抜け出す、そういうような、とにかくこの馬の 欠点をカバーするような形でスピードとセンスですね。この馬の持ち味、スピードとセンスを活かすような競馬ができてはまれば。チャンスはなくはない馬だと思います。まあ、ただやっぱりそのまあ、馬っていうのは、だんだんと小判になれば、なるほど作るのが難しくなってくるようなところがあって、まあ、特にこういうスピードとセンス能力で勝負してきた。馬っていうのはですね。 バランスを保つのが難しいところもあるんですよね。まあ、筋肉の質も変わったりだとかもするんですが、この馬に関してはとにかく、その余計なところに力が入るようになった分、長く足を使えるかっていうような感じで、まあ、この辺も中内田球者に関しては、まあ才能のある調教師さんだとは思うんですが、まだ超一流というような感じでもないので、まだのプレミアムに関しても少し まだ改善の余地があるんじゃないかなっていうような感覚でもいますね。サートルナーリア。サートルナーリアに関してはですね、まあ、ダービーの時にも言ったんですけれども、まあ、この馬はまあスピードも能力も、あとは一瞬のキレとか瞬発力もある、まあ、そういったような素晴らしい馬なんですけれども、ただ反応が良すぎるっていうところが、 時には欠点となり得るタイプっていうふうに言ったと思うんですが、それが出たのがダービーですね。まあ、外を回って一瞬はいい足を使ったんだけれども、最後踏ん張りが効かなくてっていうような感じですね。まあ、確かにその入れ込んでたりだとか、気象的な若さもあって、それでまあ距離的に持たなかった、足が持たなかったっていうような感じもあるとは思うんですけれども、やっぱり 欠点はああっっったたていいうのがあれで分かったと思いますねそれで今回に関してもですね 2,000m に変わるとはいえまた東京コースっていう直線の長いコースなんで足の使いどころが難しいあとはそうですねあんまり早く足を使っちゃうとフットワークが乱れたりだとか甘くなる可能性がありうるというところでそういった意味でもっと評価を落とそうかなっていうふうに考えていたんですけれども。 ででもですね、今回の追い切りなんか見てたらですねちょっとまた馬が変わってきたかなっていうような感じで後ろの付け根周りとかですねその辺の動きがですねちょっとスッキリとしてきたんですよねシャープになってきてさらに足先のスナップの効き方なんかもすごく良くなってきてそういうふうに効率よく体をスッキリとシャープに使えるようになってくると長く足を使いやすくなってきたりだとか まあ、どう中も効率よく足をためやすい走りができるようになってくるんですよね。そういった意味でサートル・ナーリアは今回は進化してきてるなっていうようなそういったような部分が見えていて、まあ、それも前走ルメール騎手が乗ってですね競馬を教えてあげて順調に成長させてあげたっていうのも大きかったのかなっていうような感じですね、まあ、前走の神戸新聞杯なんかは前に壁を作ってっていうような形ではなくて 2番手から早めに自分で競馬を作っていって、でもそれも雑な競馬ではなくて、足を溜めながらマイペースで直線の足も残してっていうような形の乗り方ですよね。相当上企業っていうような乗り方をルメーる騎士がしたんですが、で、あの形で競馬を教え込んだ分、その分調教の内容も良くなってきて、馬がどんどん良くなっているかなっていうふうに思いますし、まあ、今回は、 ちょっと得意な右回りと比べて左回りになるんで、さすがにどっかで前に壁を作ったりだとか、うまく溜める、もしくは外を回るにしても、かなり丁寧に溜めてっていうような形じゃないと、ゴール前まで足が持たない可能性はあるんですけれども、でも春のサートルナーリアと比べると、断然乗りやすくなってますし、直線まで足さえ溜まれば、それなりの足を それなりには使える、それなりには長く使える可能性があるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そしてスミオン機種もですね、久しぶりの短期免許の来日なんですけれども、まあ、久しぶりに見てですね、やっぱりスミオン機種、足を貯めるっていう意識がすごく高いですよね。まあ、ヨーロッパの方の除機多いんですけれども、 ま、とにかく前に壁を作りながら直線我慢に我慢を重ねてっていうような腹のくくり方なんかもしますしまあ角野騎手もやっぱりプラスアルファを見込めるジョッキーなんじゃないかなっていうような感じですね。まあ、その先行したりだとか大胆な成功法の乗り方をするということに関しては日本の競馬でのそのそういったような馬ささに関してはルメール騎手とかあの辺にはだいぶ劣るんですけれどもでも 単純に足を溜めて直線勝負ということに関しては世界トップクラスのチョッキーであることは間違いないのでうまく足がたまればハマった時にはやっぱりスミョン騎手の怖さっていうのもあるかなっていうような感じですね。ゴーフォー・ザ・サミットゴーフォー・ザ・サミットはですねまあやっぱり青葉賞の頃からなかなか良くなりきらないんですがでもここに来てですね少しずつ良くなってきていて。 まあちょっと追い切りの動きではどれぐらい良くなったかは判断しにくいんですが、まあ、この馬なりに良くなっていることは間違いないのでパドックでの気配が良ければ、まあ、うまくはまった場合ですねその場合だと、まあ、真ん中ぐらいの着順まではありうるかなというような感じにはなってきていると思いますね。気象面の成長もあるとは思うんですが、まあ、本当にキャシャでどうにもならないような感じだった時期と比べると力強さも出てきてて。 もうちょっとメンバーが G3 ぐらいだったら少しはいいところ出てくる可能性が出てきたかもしれないですね。トレッド・ノータス。トレッド・ノータスはですね、まあ、この馬は前走、人気薄で走ったんですけれども、重傷勝ったんですけれども、まあ、その前から好調でして、そういった中でうまくジョッキーが乗れなかったというようなレースが続いてたんですよね。ですが、前走の京都大商店では3番手のうちの方で、 流れに乗ってババとか展開を味方にしてスッと抜け出すようなそういったような競馬ができてっていうような感じですねで、ま今回ももし京都とかだったらですねそういうようなうまくペースが流れる中でレース展開が向いてスッと抜け出すような感じのハマり方をしたらっていうふうに少しは希望を持てるところはあるんですが東京コースとなるとですねまあ、今の東京は直線での素足の 良さっていうところを求められたり素足の持続性を求められたりとかいろいろと注文がついてくる感じでしかもこれだけのメンバーになってくるんでまあ相当縦長でばらけてうまくはまりきらないとっていうような感じではありますね。ランフォザローズズランフォザロー o ズはですねまあ青葉蕉ぐらいまでは切れ味がある程度あったんですけれどもだんだんと ワンペースな馬になってきたっていうような感じで前走までは、まあ、この感じだとどうかなっていうふうに思ってたんですが今回追い切りを見たら少しだけシャープになったかもなっていうような感じに見えてまあちょっと追い切り映像分かりづらい映像だったんでまあ藤沢和夫級者の合わせ馬の形なんで分かりづらいんですけれどもパドックでもしいいところが見えたら、まあ、この馬に関してもハマった時には真ん中ぐらい。 もしかしたら少しいいところが出る可能性はあり得るかな？っていうような感じですね。ワグネリアン。ワグネリアンは前走の札幌記念の時も良かったんですが、まあ、今回も。なんか馬体の厚みを増しましたし。しかといって、そのコロンとした動きというよりかはまあ、この馬なりの末脚も保ちつつ、力強さが増したっていうような、確実に成長しているなっていうような雰囲気がありますね。 で札幌記念の敗因についてはとにかく両前足を落鉄ですね、あの停鉄、スパイクの役割も果たすようなあれがなくて、まあ、それで引っかかりがなくて、まあ、勝負どころで反応しなか加速できなかったっていうような、そういったような感じでもありますよね。まあ、後ろ足を落鉄するよりかは前足の方が影響は少ないっちゃ少ないんですが。 まあどちらかというと前足っていうのは加速の時にですね書き込みとかその辺を使ってですね加速どんどん加速する段階で使うようなイメージであとはコーナーリングとかも使うイメージで、まあ、直線で加速し始めてからは後ろを主に使うんですけれどもとにかくあそこの4コーナーから直線の入り口で加速が効かなかったっていうところが痛くてっていうような部分なんで。 まあ,あの形であんなに伸びない馬ではないワグネリアンだったんでちょっと不可解に思ってたんですがまあやっぱり落鉄っていうことがあったみたいなんですよね。で、まあ、今回も、まあ、仕上がりとしては首前後ぐらいあるんじゃないかなというような感じでこの馬のいいところっていうのは叩き合いになって勝負根性を発揮するところですねそういったようなやっぱりダービー馬だけあって良血でもあって生まれ持ったいいところがありますね。 ブロードアピールはダートで鬼足を使った、まあ、ダート馬の中で過去最高の足を持ってたんじゃないかっていうぐらいの馬だったんですけれどもですから、まあ、その切れる馬を出してくるのかなっていうようなイメージはあったんですがここまでそのサラブレッドとしての底力というか気品というかですね、まあ、並んで勝負強いとか そういったようなところを受け継ぐような決闘とは思ってなかったんでこれは意外性があるところで、まあ、嬉しい形での意外性があってこれも競馬の面白さだなっていうふうに思いますしブロードアピールは名品系の一つになってきてるなっていうような感じですねそれで、まあ、このワグネリアンは新馬戦の時は切れるイメージだったんです、まあ、馬体とかフットワークも切れるタイプっていうようなイメージだったんですが まあちょっと、どちらかというと、スピードとパワータイプに寄ってきたかなっていうような感じで、さすがにですね、ここの中で一番切れる足があるっていうような感じではないですね。でも、まあ、それなりにじりじりといい足はありますし、実際にダービーでの競馬なんか見てたら早めにっていうような形で、長く足を使ってさらに勝負根性でっていうような感じの競馬だったんで、まあ今回いいところは、 ペースを引っ張ってくれるアイロリッドがいるということである程度ワンペースになったりあとは上がりでの叩き合いですねそういったような形になったらこのワグネリアンのいいところが出る可能性あると思うんでとにかく外枠なんでずっと外回ってたらさすがにこのメンバーきついと思うんでどっかでばらけてくれるかして行為とかそういったところからスッと抜け出すようなしぶとさを生かすような競馬がうまくはまった場合だといい勝負できる可能性あると思いますね ウィンブライト。ウィンブライトはですね、左回りがダメというわけではないとは思うんですが、どうしても左回りでさらに東京コースということになると、直線でいい足を使う馬が増えてきて、そこで切れ負けとかしやすいタイプかなっていうような感じで、ならばと、前目の方からしぶとさを生かせればっていう感じでも、まあ、前にも強い馬たちがいるっていう中で、 まあその馬たちを目標にして早めに強気の競馬をしすぎるとそうなってくると後ろの馬たちに目標にされる可能性もあるっていうなかなかいいイメージが左回りでは出てこないかなっていうような感じで、まあ、右回りだともっと高く評価できる馬なんでっていうような感じなんですがで、まあ、オールカマーの敗因に関してはですね右回りであれだけ負けるとは思わなかったんですが まあ、逃げ馬のペースに飲まれたっていうのも大きかったと思いますね。コーナーの一番動いちゃいけないところで、外外を回ってっていうような強気の競馬をしすぎて、まあ、それで足を使わされて、馬が繊維喪失したり、疲労が蓄積されたっていうような競馬にもなったかなっていうような感じだと思いますね。あとは、松岡騎手がここ数ヶ月ほどあんまり調子が良くないんですよね。ほとんど条件戦でもいい馬に乗っても結果を残せてないっていうような感じなんで。 松岡騎手が今週だけ調子がいいとかじゃないとその辺も気になるなっていうような感じではありますね。アルアインアルアインはですね成績安定しなかった時っていうのはこのままあ、ずぶくて不器用で負わせるところがあるんで、まあ、気難しいところもあるんでそういった意味でジョッキーが動かせなかったジョッキーと手が合わなかったっていうのが一番の原因だと思いますね。でも北村機種みたいに動かせるジョッキーが乗り始めて あるる程度安定すよようになりましたよねですから、まあ、ジョッキーでこれだけ違うっていうところで,で、まあ、そういった中でもどちらかというと右回りの方が乗りやすいかなっていうような感じでこのメンバーで左回りとなると、まあ、少しパンチ不足かなっていうような感じはあるんですよねでも左回りがダメというわけではないんですよね去年の天皇賞秋ですねレイドールが勝った。 あのレースなんですけれどもあの時はですね、ちょっと仕掛け遅れがあったんですよね。まあ、奇跡の川田騎手が逃げてたんですけれども、川田騎手は早め早めっていうような形で後続に足を使わす、そういったようなペースメイクをするんですが、それで4コーナーから直線の入り口で、あそこで後手後手に回った R アインがですね、置かれちゃうような感じになって、あのロスが大きかったですね。でですから逆に先手先手手奇跡を 潰しに行くぐらいな主導権を握るような競馬をしてれば奇跡を買わせてた可能性まであったと思うんで少なくとももう少しいい競馬はできてたと思うんでそこなんですよねで北村裕一騎手については何度も何度も言うんですが差し追い込みはですね本当にうまいジョッキーでかなり安定感があって条件戦でも頼りになるんですが逃げ先行馬あとは競馬を作るような立場の 時ですね、そういった時にですね積極性が足りないところがあって後手後手に回るような時があってその分安定感を欠くんですよねそれが出たのも去年の天皇賞秋でもあったかなというような感じで後手後手に回ってるうちに逃げてる奇跡の競馬飲まれて反応が悪くなったっていうような感じなんでああいうようなことがなければ北村雄一棋士は技術的なものは基本的にはうまいので今回もしうまくばらけるような展開でそこで そういうような勝負どころを間違わないような仕掛けができれば構想しても全然おかしくないと思いますねで、追い切りなんか見てても結構フレッシュな感じというか勢いも感じますんで仕上がりの方もかなりいいんじゃないかなというふうに思います北村雄一貴重がインタビューで まあ前走を負けた宝塚記念の時はちょっとあんまり機嫌が良くなかったっていうような感じで今回は機嫌が良さそうだっていうような表現をしてるんですよね。まあ、とにかく気配としてもいいとジョッキーも感じてるみたいなんでもともと自力があるまで去年の天皇賞秋でもあれだけの競馬うま,うまく乗り切れなかった中でもあれだけの競馬してた自力のある馬なんでそういった意味でうまく流れとかいろんなものがかみ合えばいいところ出る可能性はあると思いますね。 最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんで、アイロリッドの副賞を買います。で、まあ多分人気的には4番人気、5番人気、6番人気、その辺なんで、まあ上位が副賞をかぶってる分ですね、多分アイロリッド3倍以上はつくんじゃないかなというような感じで、で、アーモンドアイとかが飛んだ場合だと5倍、6倍つく可能性まであるかなというような感じだと思いますね。ですから、 まずアイロリッドの副賞は6000円とかでもですねまず回収率上がるなっていうような感じで基本ここでまず回収率狙ってその後アーモンドアイは簡単には不利とか展開のエやとかがない限りはですねなかなか崩れるイメージが湧かない馬ではあるんで、まあ、アーモンドアイでも出来としては8分ぐらいかなっていうような感じなんで。 まあ相手も強いんであれなんですが、まあ、でも基本的にはアーモンドアイもある程度信頼するというところでアーモンドアイとのワイドを2000円ぐらいは抑えてっていうような形でで、まあ、あとは他の馬たちもですねワイドちょくちょく100円ずつ200円ずつっていうような感じで、まあ、印の重いところから200円とか300円ぐらい買ってあとは馬連もですねアーモンドアイはまず 500円ぐらいは買って他の馬たちはちょろちょろっとまあオッズによって流すまあおさえのアラアインとかほとんど買わなくて100円とかですねそういったような感じで行こうかなっていうようなところです、まあ、今回は強い馬が多いんですけれどもでも競馬なんで何が起こるかわからないですし、まあ、特に天皇賞秋っていうのはペースが速くなりがちっていうところもあって。 荒れるイメージが昔からありましたんでそういったようなレースでもあるんでさすがに力差が大きすぎたらさすがに今回のメンバーはどうかなというような感じはあるんですが、まあ、皆さんお好きな馬から入って悔いのない天皇賞を秋にしてほしいなというふうに思いますしあのー、まあ僕は今回馬券買わなくても楽しめるレースなんでそういった意味でなるべくですねまあほに一頭一頭有力馬たちがですね力を出し切って 振りもほとんどないっていうような紛れもほとんどないっていうようなレースでスカッとした競馬をしてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、何よりこれだけですね強い馬たちが出走してきてる,来てる中で他の有力馬たちも出走してくれるこれっていうのは素晴らしいことだと思うんですよね。まあ、ヨーロッパの方だったらいろんんな G1 ありますすででそれで相手が強すぎる 勝っているチャンスが少なかったら他のレースに回すとかそういったようなことが多かったりするんですけれどもそれと比べてこのレースにぶつけてきてくれた、まあ、これはもう僕含め競馬ファンにとってはすごく嬉しいことでかなり価値のあることだと思うのでそ,それに関しても関係者の皆さんに感謝したいなっていうふうに思いますね。以上です失礼します。